フレッド・アトキンスはニュージーランド・ウエスト・ポート出身のプロレスラー。本名はフレッド・アトキンソン。1940年代はオーストラリアで活躍し、オーストラリアヘビー級王座を通算3回獲得。1947年より北米地域に移動し、フランク・タニーが仕切っていたカナダ・トロント地区を主戦場に活動。ホイッパー・ビリー・ワトソンや、 ジョニー・バレンタインとタイトルを争った。1952年12月10日には、この年、アメリカ発演生の力道山と、シングルで対戦し引き分ける。レオ・ノメリーニや、タムライスと共に、同年に、力道山が200戦以上行った試合の中で、勝てなかった3人のうちの1人であった。日本には1963年に初来日し、日本プロレスの、 第5回ワールドリーグ戦と世界選手権シリーズに参戦、キラー・コワルスキーと組んで、力道山豊登りのアジアタッグ王座に挑戦している。1968年には国際プロレスのオープニングワールドシリーズにレフェリーとして来日した。海外プロレス雑誌の表紙に載ったジャイアントババとアトキンス日本ではプロレスラーとしての経歴より、 ジャイアントババのアメリカ修行時代のコーチとして知られており、ババ以外にもアートトーマス、タイガージェットシン、アドリアン・アドニスなどのレスラーを育てている。1966年には、弟子のタイガージェットシンとのコンビで、ホイッパービリー・ワトソンブルドッグ・ブラワーから、トロント版のインターナショナルタッグ王座を奪取した。 60歳を過ぎてもレスリングを続け、1971年末に行った試合を最後に現役を退いた。引退後はレフェリーを務めていたほか、NHL のバッファローセーバーズや、トロントメープルリーフスのトレーナーとしても活動していた。晩年はトロントで余生を過ごした。1988年5月14日、心不全で死去。78歳没。 ありがとうございます。